はい、こんにちは、ブルーホースです。早速、今、これをさ、ブルーホースです。これをさ、こう、なんかめちゃめちゃ早くやっといてさ、スローモーションにしたらさ、イーサン見えるんじゃね。ちょっと待って、試してみるか。 Go, set, and low D はやらないということで。あ、ちょっと待って、普通に顔見えてた今。顔今、普通に見えとった。半分だけど、ねえ、あれがもう正体ってことでいいじゃないですか。ねえ、まあいろいろとオープンしてますけど、はい、三人称してみたところで彼女たちのまあ、はい、ディーカムいっぱいご褒美で痛い。メンマでめっちゃ引きずります。これだから僕引きずられてるから、足よりもその引きずられてるその背中が痛いって感じですよ。この最近さ、娘ちゃんが滑り台にハマって、で、一緒に、まだね、その一人で滑ると、その自分の体支えられないからさ、どうしても体が後ろにボンって倒れて、音もちょっと打っちゃう可能性があるのね。まあ、それが、You are so kind to me, daughter. 鉄板とかだったんだろうけど、石の滑り台なんですよ、うちの近所とか。だから一緒に滑ったりとかするんですけど、石の滑り台とか、あとはローラーの滑り台とかだと、Wow, Ethan Winters. めちゃめちゃ痛いの。You escaped my little brother's idiot. Did you? Let's see how special. 周りが悪いところとかになると、普通にポコンってポコンってお尻にブチュって当たるから、痛い。ですね。全然痛くない。痛い。痛い。これがなんかの個人的にその個人的にとかいろんなさ人がさ、こうなんかご褒美プレイだったりとかって言ったりとかしてるけど、もうね、あんまり年下の人にね、やっぱりちょっとさ、なんか気持ち悪い。だって1900年過ぎくらいの女の人なわけでしょ。もうだって2021年の現在からしても120歳超えてるってことじゃん。もうやばいじゃん。パジャマパジャマだって寝るみたい。おやすみ。で、なんか、食べられないですっていうか、なんかこう、強敵に立ち向かっていくみたいな、そんなんがあったと思うんだけど、うん、まあ、そんなこと言ってね、いや、ほんと、行かれてるよね。薬かけりゃ、もっと戻るって。でも、穴もともとねえし、どこに刺さったのっていうね、右手だけじゃ刺さってんの。復活。オッケー。さあ、油断禁物ある。あれ、ちょっと待って、足引きずってる。あれ、足引きずってる。あ、ヒー、これはどちらかというと娘ちゃんバストって感じだね。ドミちゃんではないよ。なんもないんかーい。で、クルムゾンクワースね、パジャマって言ってたからここで着替えるんちゃうか。まあ、違うけどさ。で、開けるな。んで、このね、ローブもね、これを着てたってことだよね。でも、このサイズ感的にはドミちゃんじゃないと無理だよね。ね。にしても、随分と荒れた、あれですね。もっと、しっかりと掃除しとかないと、デュークに、随分とお散らかしになってましわに、って言われちゃうよ。とか、いつの間に銃構えてたか。ネズミが、チューチュー。光ってる。なんかあんな光ってた。ほい。ね、なんか光ってるね。
立ってたマウスで、アイテム拾ったので、ちょっとこれを見かけましょう。ランタンが浮いてる。浮いてるランタン。浮きランタン。こっちの方にドミトリスクに追いかけられるようになったら、あれなのかな？逃げれんのかな？今爆発しなかった。ガンパウダーゲッツ。ああ、ほら光った。なんだ。Where have they taken Rose? 急に生えてくるっていうね。ニョキ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 。ほら、見て見て。動いてねえし、首ねえし、どこ行ったのよっていうね。こっから見たらいるんだよ。でもこっちから見たら首がないんだよね。首やる？首ない？まあ後でしようか。よし、じゃあ、下は確か行けなかったはずだから上から行かなきゃいけないんだけど、よし。ハンター。ちょっとでも小銭稼いでね、武器改造できる人がないといけないからな。こっちの方は、特に何もないか。開ける。何にもない。この写真は別に何かを表してるあれじゃないんだよね。500レイ。500レイ。ワイヤフー。お金ちょうだい。マニマニマニプリーズ。そうなんだよね。去年ちょっと稼ぎが良かったんですけど、まあその稼ぎが良かったっていうのを言うことについつい調子に乗っちゃって、ここ1年間のクレジットカードの明細をね、この間支払い明細が来たから、ちょっとしっかり見てみようと思ったら、まあまあ赤字な月があって、ちょっとこれやばいなっていうのが現実的にあったんだよね。そういうのを見ると、まあちょっといくらお金稼いでても、やっぱりちゃんと出ていくお金と入っておくお金チェックしておかないと、まあこれ陰謀になるなって。まあまあ全然、赤字になったからって、なんか何十万何百万もこう、なんか配置しましたとかそういうのないから、別に平気なんだけど、すごい終わるようなね、体力じゃないから。Slice your jugular and just watch. Take an alive, dead, which would you prefer? ドア開けてきてるわ。Large dead, large dead? ほい。虫ブン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 飛んでっけど、あ、来た来た。ほい。おお。あ、ここ入ってこれない。あ、入ってきた。あ、入ってきた。普通に。あ、いや。使えよそれ。どんな感じ？いや、ちょっと気持ち悪いです。虫と戯れる趣味はないのでね。シンプルにちょっと気持ち悪いと思った。1958年。だからなんで首がなくなるの？ねえ、首がねえんだよな。これ何をサムネにするかすげえ迷うよな。さっきの顔がないデュークもだし、顔がないこのドミちゃんもそうだし、顔の片方が見えてたイーさんとかですな。なんかいろいろ全部やってみる？ちょっとこれ、いけない。で、これで、あ、顔、あ、生えた。消えた、生えた。よいしょ。で、ここで、チラッとどこまで行ったら、チラッ。あ、行っちゃった。せっかく顔が見えたのにね。パンティーラインがないから、多分、まあ、あれなんだよ。これどこに繋がってるかすごい気になるよね。パンティーラインがないから、多分まあ、ドミちゃんが履いてるのはティーバッグなんですよ。だいぶ興味ねえわ。あ、興味ある人は興味あるんだよ。でかくてパワーで巨乳っていう梅田ジャパンさんのパワーワードがあるけど、そういうのが趣味な人もいるから、ね、全然興味わかんないけど、あれ、うっ、ん、あれ、あーやってみよう。オープンセサミこれ戦ってあれなんだな。よし、じゃあいろいろとなんか探っていきましょう。ほい、なんかある？特にないね。
こんにちは。邪金これに吊るされて、てか元々あれなんだよね、最初こっから出てくるシーンだったんだっけ、なんだっけ、シャドウボールズ、シャドウズオブローズのね、やつで、アリーナ、ミハエラ、イングリード、このイングリードが主人公だったわけだね。メリナ、リナ、あ、リナって友達いるわ。リナダメでしたか、残念。ここら辺にカドゥーがいたりはしないんです。なんかすごく骸骨に見える。特に何もなしと、動く気配もない。じゃあこっち進んでいこう。もうこんだけ明るかったら皆さんもう全然怖い、怖いも減ったくれもないっしょね。実際はね、初めてやる人からするとこんだけね不安定、時折意識覚醒、食欲旺盛になっちゃうとダメだっていうことだよね。うっす、おちち、おちちがダラダラ。オッケー、いる、あれ開かないの、あ、こっちも開けられない。ほいほい、おはようございます。すいません、お休みのところ申し訳ないっす。激しくいきましょう。めっちゃ下から生えてきたわー。もう一回ね、てか、ちょっと待ってね。ほんで、これで倒すっていうのを確かなんかポイント稼ぎしなきゃいけなかったはずだから、よいしょ、はい、どうも。落ちてくる？うわ、だから思った以上にすごい数いるな。まあ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 、ご一行さんいらっしゃい。へい、これで、あ、まだいってる。いいねいいね、数が稼げて万々歳でますよ。いらっしゃいいらっしゃい。はい、ちょっと数はなんか損した気分になるけど、まあいっか。これでまたいたりとかして、ビビり散らかされるみたいなことはない。もう大丈夫。どこが入るとどこが入れないのかっていうのは全然ね、もうさっぱりこっきりわかんないからね。こっちはイナーサゲだね。あ、あった。お金。金。金さえあれば、それで、はい。じゃあ。これで、オッケー、いいね。これで今何体目くらいいったんだろうな。あ？構えた武器がなんか、あー、ちょっとね。枯れてない、枯れてない。さあ、で、これがね、次が問題なんだよな。よいしょ。あれ、これ落ちた時間、これ頑張ればさ、なんかもうこっからいけるんだねっていう。ねえ。ほっ。あれ。あれ、ちょっと全然ダメだ。もういいや、めんどくせえ、行こう。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。カサンドラがしくじったせいで。ああ、虫は虫。待ちきれない。健康な男なのかな。健康かどうかは別として、まあ、男ではある。どこに行くつもりの方へ。あ、まあそうだね。1950年なんかいろいろ。銃が私に付くとね、あんたでも持ってないけど。そっちだったんですね。まあ、スケスケだったことをね、恨むんだな。あ、どうしようかな。あ、めっちゃ寒いのは苦手なの、私。ちょっと遊んであげるか。痛みは感じないけど、ダメージは普通にこうって言ってやってるんですね。あ、いてて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 
踏んだはずじゃ。おい、あ、終わったわ。よいしょ。あ、あったの。こんな狭いところで戦わせるなよって話だよな。中ボス感ないよな。なんか2体目3体目とかに比べると結構危機迫るというか切羽詰まっているというかね、なんかそんな感じの場所だよね。ぬるぬる。サンビエル、なんかあった。スクラップ、えい。また一人、近くになった。スープをこぼしただけなのに。骨と小技を持ってきたか。まあ、スープこぼしたら、そりゃ、みんな、ぶち切れるよ。あれなんだ。わかんない。よし。あれ、落ちてきてない。ここら辺にアイテムが、あとちゃんと食事してたっぽい跡があるね。これなんだろう。ああ、こういう時にスナイパーライフルとかがあると分かるだろう。でも腐ってんな、色的に。腐ってんな。でかいな、ドミちゃん。あれ？あれ？あれ？あ、落ちてない。結晶のかけら、部屋中を割れ、きれいにするよ。普通に食事するんだね。血液チューチューしてたらいい。ということで、戻ってまいりました。はい。じゃあ、一旦霧のいいところまでやってきましたので、どうしようかな、やつに合う？やつね、こっから覗くとさ、ほら。打ってたトレピアノとか言ってくんのかな。どうなんだろう。何も言わねえ。無視されてる。こっちから覗くと首が消えてなくなるんですよ。はい、ちょっとそんな怖いね映像、ホラー映像を見ながらね、本パターン終了させていただきたいと思います。ということで、また次回のパートでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。なぜ髪がふわふわしてるのかわからないけど、さよなら、バイバイ。